はい、ということでね、今日なんですけど、荒野行動のプロゲーマーたちと、まあ、我らがブレイキングダウンの顔の選手たちでサバゲ対決やっていくんですけど、集合時間8時なんですよ。そうですね、はい、一人だけ来てない人がいるんですよね。来てないですね。最近勘違いして10人2期っす10人2期勘違いしちゃってるんで、ちょっとここにいるブレイキングダウンの選手たちと一緒にブチギレドッキリやっていきますちょっと隠しカメラでさ置いといてさ OK です、うん、どんな感じで入ってくるのかもあれだけど、まあちょっとウリタさんがねうまいことやってくれる。一番うまいですね。やりますか。遅いよ、12日。はい、じゃあ、はい、どっから来たの？あ、品川。どっち系だよ。え、同じ集合時間だったの？え、同じ集合時間だったの？みんな知ってたの？あ、品川です。おい、みんな7時10分とかにもう来てるんだよ。失礼だよ。こいつは勘違いしてないんだよ。こいつ勘違いしてないんだよ。勘違いしてますよ、ちょっと。ミキ。お前、この間、ボディの時も言おうと思ったけど、お前、最初に勘違いしてない。ブレてたら遅刻しても何でもいいの。で、カメラ回って YouTube の中のキャラとかじゃないからって感じするんだよ。俺とか本気だって、お前ら、全然年上でさ、年のこと嫌じゃないけど、それでも1時半、ちょっと前に来て、しんどいなと思ってんのにさ、お前町でどうするって、お前町でさ、止まろうになってんだよ。まあ、スタートがなんかいろいろね、準備が全部整ってないからさ、撮影の開始自体は別に何も僕ら撮ってないけど、でもなんか、なんで俺がお前ら待ってなきゃいけないの、お前ら来るの。俺、お前で一日無理だ。いや、お前で一日無理だっつってんの。お前とこの曲一緒にさ、やらないで。気持ち悪いよ。気持ち悪いね、あなたは。すいません、申し訳ないです。頭丸めてこいよ。丸めてこいつってんだよ、やばい。てめえ、こら。勘違いすぎなんだよ、てめえ、こら。頭丸めろよ、って。スタッフに行ってさ、あの、洗面所とかあるじゃん。はい。挟めていいから、また丸めてこいよ、ちょっと。髪だけは見えないらしいっす。こいつ頭が見えないと言ってくれるじゃん。じゃあ、言ってきます。あれ、なんか母親が髪丸見えないじゃん。いや、大丈夫です。大丈夫か。あれ、ごさごしていいから言ってこいで。あ、どこでやりますか。聞いてくるさ。申し訳ないです。いやいや、そっからもう一回聞くよ。今のテレビのこの髪の毛と話すのもない。絶対嘘だ。絶対嘘だ。怒
ここに来て嘘つくの。いや、嘘じゃないです。え、やった女の子。ああ、やってないっす。いや、本当にすいません、申し訳ないです。やりすぎでしょ。いや、間違います。何時まで飲んだ。いや、本当に1時とかで、はい、いや、もう5時半ぐらいのちょっとあのシャワー浴びて絶対さ、お前1時に飲み終わったら5時半まで走ってんだ。普通に考えて。いや、嘘ばっかついて。いや、嘘じゃないです。本当に 嘘つくときは右上見るんだ。はい。何で今見てる。でもあの、昨日のことを本当のことを正直言うんだったら、あの神手のこと嬉しい。昨日何があったのかちゃんと、何があったのかちゃんと、やっぱ説明する義務がある。セキュララに説明してくれれば、許しちゃうんだけど、そこでまた嘘かぶせたりしたら、今ほどサバゲーの今のレクとかでも出てきて、サバゲーでみんなが生まれる仲間が。まあ普通に飲んでて。何飲んでるの。何、いやまあ3人とか。女の子3人と1人。ああ、いっちゃう。キャバクラ行ってたの絶対。お前1時まで。お前1時まで。キャバクラだろお前。キャバクラは。お前絶対そうだろ。キャバクラ行かないっす。え、じゃあ女の子3人で、男は何だろう。男は1人。いや、男2人の女1人。あ、女1人。へぇ、どうだった。まあ、よかった。よかったじゃねえよ。お前がしゃべるやつ。ちゃんと遊んでやることは違うんじゃないか。あ、やることはちょっとなこの子は絶対やった。絶対やった。絶対やってるやん。やった。なんだ、女の子が NG だもん。お前、いや、やってきたの。やってきて俺らも話してんの。いや、違うよ。やってないっす。絶対やった。いや、してんの。正直正直にやっぱ言えば、もう俺は免れるよ。もう絶対やってるやん。100人じゃん。変な嘘つくなよ。ということで、12人気は女大好きキャラだったってことが判明しました。はい。お前の本性暴露だよ。暴露だよ。女とやって遅刻したから。動画ですか。あ、動画です。動画お母さん見るよ、だこれ。あー、やばいな。LGBT お母さん、すいませんね。何もないですからね。大好きだけど可愛がってます。普段は可愛がってますから。でも、あのよからぬことが判明しましたね。どうした。え、そこにカメラずっとあった。ずっとあった。だから女とやってたっていうくだり全部。いや、でもマジか。やめてくれ。なんでそんな後半のキャラにしてる。マジでそれ。本当にやっぱ親に言われるの嫌だ。親に言われるのって、だって逆にいい年してんだから、はい、そんなかったら逆にやばいでしょ。心配でしょ。思春期でもいいんだよ。そうだよ。なんか本当にすみません、申し訳ないです。なんか動画上で申し訳ないですけど。いつのえ、これ誰に言ったんですか。お母さんやめて。まあ遅刻は良くないからね。はい、申し訳ないです。以後気をつけて。はい、はい、ということで女人気でした。